冷たい風ってこと。めっちゃお腹すいた。パンは最近は、たまにかな。最近は朝はね、あれ食べます。最近はグラノーラのナッツ入りのやつ、チョコのあれですね。あれですねって感じですね。ホットサンドメーカー持ってる。ホットサンドメーカー欲しいんですよね、今。だって簡単じゃん。食パンあったらできるからさ、朝に最適だよねーって。キーラさん、ハートありがとうございます。結構続いてますね。佐賀県民です。唐津出身です。ヤッホー。カルディのマスカットバター、へえ。腹持ち。でもグラノーラはなんていうやろ、こう膨らむんで、お腹は結構持つと思うけども、わかんないですね。カルシウム出身。おお、いいね。キーラさん、ハートありがとうございます。そうだ、今日は雪丸が、卒業公演なんだね。早いな。
そう、今日は卒業公演らしいです。ドレス姿は何色かな？何色でしょうね。白かな？わかんないけど。ゆきまる白好きだもんね。でも白はありきたりか。全然。うちらもあれね、直前まで見ないんですよ。そうそう。だから。すごいうちらもドキドキです。奈良の中3ひなです。みさきちゃんに受験終わったら会いに行きます。好き、かわいい、好き、ひなちゃん待ってるね。受験頑張って。受験は本当に大変よ。頑張ってください。あら、本当に頑張ってください。受験頑張ったらぜひ来てください。ギターでめっちゃ買うんだけど、来てください。ありがとう、待ってます。ひなちゃんね、ホワンさん、ハートありがとう。プアイドル目指してショールーム配信してます。そうなの？じゃあたまに見に行けたら見に行くわ。ありがとう。いつか同じライブに出れたらね、いいよね。同じイベントか。やっほー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。もう15分、どうしようかな、ちょっと迷い中でやすって。めっちゃお腹すいたね。ダンスのレッスン行ってくる。お、頑張って頑張って頑張って。すごい大事ですからね。今日の方向は見るとってこと、今日は見れないですね。今日も稽古に行ってまいります。ダンスの次どのくらいペースだか。全然週1ですね。全然週1、マジで全然週1でしか行ってなかった。週1というか、まず
あれをやってたんですよ。ちょっと5分になったら終わりますね。まず部活やってたんで、そう、毎日部活行って、そう、バレーボールとかねやって、で土曜、じゃあ木曜日の夜とかに、まあでもところによりましたけど、木曜日の夜、金曜日の夜とか、あの部活終わった後、火曜日の夜とか、部活終わった後に行ってましたね。999日、イエーイ、明日で1000日ですね。25日じゃなくてね、26日になりそうだな。なんか誕生日じゃない、なんだっけ、その千日配信お祝いみたいなやつをやりたいんですが、そう、あとあれもね、やんないと、あのコスプレちゃうわ、ハロウィンの仮装配信もやりたいので、一緒にやっちゃいたいですね。26かな、26がちょっとね、なんか微妙いって感じ。いやでも夜できると思うので、多分ね。ってことでランキングいまーす。13位ピンクカメラさん、12位そのちさん、11位ココさん、10位ホアンさん、9位シュンゴさん、8位フロストさん、7位ヒデジロさん、6位伯爵さん、5位ユワトさん、4位イッチャンさん、3位ツーリンダルマさん、2位 MDJ。 ってことで、まあ、でも千日の日もね、なんかそんな長々できない気もするんですけど、ちょっとだけ入れたら嬉しいなと思います。1527人の皆さん、本当にありがとうございました。それでは終わります。バイバーイ。今日も頑張ろう。